れくらいからもらうと。なるほど。うん、3、4年前に、日本ばっかりですね、沖縄から取り寄せて、趣味で始まったのが最初です。で、それがたまたま実がなったもんですから、茨城でもこれはできるんじゃないかという気持ちで、それで今始まったわけです。もともと鉢物栽培がメインだったもんですから、で、そのこれも鉢植えにして、やれば、まあ、同じようにできるんじゃないかというので、それがまあきっかけだった。で、まあ、大変なのはやっぱり水やりと温度がやっぱり一番。普通は120日で普通取るんですが、うちはやっぱりそのさらに10日間熟成させて、さらに糖度を乗せるというもんですから20度近い糖度だと思うんで、そこは今のところ皆さんにこう食べてもらえるかなっていうので頑張ってます。こういうふうになった時は食べ頃、取り頃、うん、そう、あのね、うん、糖度があるのは日本ですよ、遠くにいても。これがやっぱりあの糖度の高い証拠な。美味しそうです。すごく美味しそうな、ね、甘いので、ぜひ食べてください。